杯長唄は、金星邦楽の一ジャンル、三味線音楽の一ジャンル、江戸の音楽の一つであり、正式名称は江戸長唄という。またこれとは別に、地唄の一分類として、情報調過がある。江戸長唄は、ギラ夫説など語りを中心とした、語り物とは異なり、歌を中心とした、歌い物、歌物である。演奏は、 基本的に複数人の歌と三味線で成り立っているが、曲名によっては小庫、大鼓、太鼓、笛などで構成される、お囃子がつくこともある。また、通常の三味線パートの他に、上調子と呼ばれる、三味線パートを持つ曲も存在する。また、元禄期に、上方歌舞伎の劇中で演出として歌われた、芝居歌が源流となり、強法以降に短めの長歌として、 江戸歌舞伎に伝わりメディアスと呼ばれた。しんみりとした寂しい内容と不死鳥であり、下座の中で一人、または二人で歌われた。法歴期以降の歌舞伎の舞台演出で流行となり、新曲がいくつも作曲された。代表的な作詞者、作曲者には、金井さん笑い、初代藤田義治、二代目、藤田義治、初代桜田自助、初代絹谷翔二郎、三代目、 きねや昇二郎、九代目、きねや六左衛門、十代目、きねや六左衛門、三代目、きねや勘五郎、初代きねや六王、二代目、きねや勝三郎、二代目、きねや上勘、きねや咲吉、吉住寺教などが挙げられる。情報調歌は、自唄の学識、曲種の一つ。江戸時代中期以降に髪型を中心に行われている、長編の三味線を伴奏とする三味線歌曲。 自唄と宋曲や呼吸との不可分な結びつきにより三曲が主編成により演じられることも多い。自唄のみならず三味線音楽の最も古い形式である三味線組歌に次ぐものとして長い歴史を有している。もともと元禄の頃に江戸の浅利兼業、鞘山兼業らによって作られ始めた。組歌は基本的に互いに 脈絡のないいくつかの短い歌の組み合わせによって成り立っている。それに対し、聴歌は終始一貫して筋を通した内容であり、それを最大の特徴とする。また、曲の途中で、三味線の長弦を変えること、かなりまとまった愛の手を持つことなどが特徴であるが、聴歌の範疇に含められる曲は、各流派、地域により多少違いがある。その内容は様々だが、 名所や器物、植物などの名を連ねた、つくしや、劇的な内容を持つものもあり、師匠は、画文帳ではあるが、部分的に砕けた文句が挿入されている曲も多い。本来、自唄は、盲人音楽家による、純音楽で、劇場や舞踊とは、比較的関係の薄いものであるが、虎沢県業が浄瑠璃を始めたこともあるように、決して関係がないわけではなく、自唄の超過曲でも、 原禄年間に活躍した京都の騎士の二郎さんは、西岸者で、京阪の歌舞伎の三味線方として活躍した人物であり、彼の作品の多くは歌舞伎舞踊の伴奏用に作られたものである。このような長唄から舞台音楽の江戸長唄が分かれたと考えられている。この後、野川流の祖である大阪の野川兼業の作品が大いにもてはやされ、藤長兼業や、 小野村ら剣行らも調歌物の作曲を行い、さらに経流手字物の作曲で有名な京都の松浦剣行、紀行家剣行らによっても調歌曲が作られている。また調歌からは歌よりも手ごとに重き多く楽曲形式である手字物が生まれ、現在の字歌の主要な演目となっている。また手ごとものあの地に長歌にも影響を与え、越後寺師、就職詩 アズマ発掲などの曲が生まれている。ありがとうございます。